はい、おはようございます。ゆるゆるです。いつもご視聴ありがとうございます。お、反応したな。いやいや、ブー、お前絡まっとるよ、絡まっとるって。ちょっと待って、ブーは助けないか。いい、そうやないとて。ちょっとブーもシノブもちょっと待て、ちょっとブー大きくなったな。はいか、はい、こっちで今度か、ね、お、向こう行った、ね、ちょっと絡まっとるよね。つうか、しのぶがね、わからんって。そういうお年頃なのかわからんけどね。はい、ということでね、もういいって、もうなあ、もうとにかくもう触ってくださいみたいな。まあちょっと映ってるかな、映ってないかもしれないけど、まあこんな感じでね、ものすごく甘えん坊さんです。で、これがね、対イノシシに対してどうなるかっていうのは、いや、ダメって、これはダメよ、ね、非常にそのこう気になるところですけど、まあそれはね、おいおいやっていきたいなと思います。まあここはね、もう焦らずね、じっくりやってね、いきたいなと思ってます。あの、こういうとあれだけど、イノシシはいくらでもいるんで、はい、なのでね、まあ、そこはもう焦らずにね、まあカマセイニとかって言いますけどね、まあ、カマセイノシシとかを当てていって、まあ、ちょっとずつね、成長させていきたいなと思っています。もうね、こう僕今までそのこう家臣力、まあ、アスカね、まずそこまでね、はもうタイミングが合えばね、まあ、イノシシに当てていたっていう感じですね。はい、なのでもう忍ばん、何しよう、お前はもうくくり罠にかかってるって。くくり罠に自分でそのリードでよ、ね、で、お、すいません、話戻してね、まあ、イノシシが箱穴とかにね、まあ、かかったタイミングで当てていたような感じですね。で、僕の記憶が正しければ、家臣はもう最初からね、もうガンガンやってましたね。で、もう特にこうね、あのこう箱穴の中入っているから安全だって分かった時から、もう神に言ってたような感じですね。で、リキはうち、まあ、にね来たのが、もういいってお前は、もうリキがね、まあ、うちに来たのが、まあ半年ぐらいだったかな、生後半年ぐらいだったかと思います。まあそこそこね、もうすでに月齢も経っていましたし、で、まあそういうのもあってね、僕のね記憶が正しければね、先にあの売り棒に当たったんじゃないかなって思うんですよね。で、その後に、ちょっと記憶が定かじゃないけど、まあ、箱穴にかかったイノシシ、まあ、これはあの単独で当てたことってなかったんじゃないかなと思いますけど、お、これはダメよ、ね、そういったことがねありましたの、ね、で、箱穴にかかったイノシシね、家臣と力当てて、もう家臣ももちろんですけど、ね、力もガンガン行ってましたと。あと、ああいうのもありましたね。まあ、こりゃ噛むな、それはリードは噛むな、こりゃ、もうデコピンの準備しとんやけど、座れて座れて、忍ぶ座れて座れ、そうそうそうね。で、あとそれとは別に、力単独で、まあ、たまたまね、これもまあ売り棒を見かけて、で離して当てたら、まあ売り棒とやり合ってましたということがありましたね。うん、そういった流れでした。で、その後そのリンとかね、マリとかと一緒に箱穴にかけたこともあります。で、アスカなんですけど、アスカがね、初めて箱穴に当てたのが、箱穴にかかっ
ってるイノシシを発見して、で、手前からリードを外して当てたんですよね。で最初はなかなか見つけれなかったんだけど、カメデコピンしたよ今ね、最初はなかなかその見つけれなかったんだけど、見つけた後ちょっと吠えてたような感じだったかな。うん、もういいって、もうもうお姉ちゃんから仕掛けよるって、大体が。あんたお姉ちゃんってなんかあの忍ぶよ、いや、やきもちあいとか知らんけど、もういいって。なかなか気が強いな、お前も。おりゃ忍ぶ、来い、こっち来い、こっち来いって。いや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 、そうやないって、もう。いや忍ぶ、お前やきもちあけやろうがね。こりゃこりゃ、おい、きつね、こっち来い、座れ、座るわ。もういいって、もう。やきもち、この。こりゃ。そうで、アスカは箱罠にかかったイノシシに当てたのは確か2回だったと記憶してます。間違ったらごめんなさい。あのそうだったとあの記憶してます。こりゃ。で、あとくくり罠にかかったイノシシにもね、あの当てましたね、アスカね。うん、まあ、そんな感じでした。アスカ当てた時は、まあ小型は小型だったけど、まあ15キロぐらいだったかな。うん、あとなんか記憶にあるのが、箱穴に2頭入ってて、でそれとも結構やってたんですよね。うん、で、その次はチグサか。チグサが初めてイノシシと会ったのが、僕の記憶が正しければ、おそらくその僕が滋賀県に着いていた時に忍を連れて行ってて、でいきなりでかいのがドーンって出て、僕が狙って撃ったら当たってね、で行ってあの止め撃ちしたっていうのが確か初めてだったと思います。なので今思えばですよ、その時は分かんなかったんだけど、今思えばそれがやっぱり正直あまり良くなかったのかなって思うんですよね。そのこうまだ子犬っていうのもあったし、まあ、わけのわからないまま山が来たはいいけどね、いきなりその親方が、いきなりバーンって音が鳴って、で親方がいなくなると、うん、でね、行ったらでかいイノシシが転がってたみたいな、それがやっぱりまずかったのかなって、その時は分かんなかったですよ、その時は分かんなかったんだけど、僕としてはね、少しでも早く、うん、その山に入れて、その実践経験を積みたかったっていうのがあったんだけど、まあそれがちょっとあんまり良くなかったのかなと思います。でその後その箱穴にかかったイノシとかを当てては見たもののみたいな、こっち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 ね、っていうのがあってたかな。箱穴当ててみたはいいもののみたいなのがあったんですよね。でアジャもアジャで、その確かチグサとアジャと箱穴にかかったイノシシに当てたんですよ、うん、でワンって吠えたんだけど、まあそれきりみたいな感じだったかな、うん、なのでそのそういういろいろこうね、僕なりにそのまあ、こう家臣力アスカとバババッとあのまあね
まあ、成功していたので、まあ、そのノリでやってたんですけど、ちょっとなかなかね思うような結果が得られなかったので、なので、まあ忍からね、まあ、今回はねちょっと変えてみました。でよし、その勢いで本当イノシシ本当お願いしますよ。本当にもう大体がね縦犬だからあれだけど、噛むぐらいの、噛みに行ったらダメなんだけど、噛むぐらいの感じでのね、あの戦闘能力発揮よろしくお願いしますね。でまあそういうのを踏まえてね、まあその忍の場合はね、イノシシを止めた後引き出しをね、まあするときにこう動くじゃないですか。それにちょっと当ててみたらね、まあ悪くはない反応だったんですよね。こりゃこれはダメだね。で、それからそのまあ先日もね、まあ言ったかと思うんですけど、プライベートチャンネルの方で言ったのかな、僕自身はあまりその生け捕りっていうのはまあ好きじゃないんですけど、まあちょっと生け捕りしてもらえませんかっていうところも言われまして、で生け捕りをまあしたんですね。でまあその足をまあね縛って、目隠しして、まあ口も縛ってっていう、まあいうのもね、まあ、はばかれるっていうか、まあ、そういったまあ状況のイノシシだったんですけど、こりゃこれガムの柄だったんですけど、なかなかのその生きがいいね、まあ、イノシシでして、でバッタンバッタン動いてたんですよね。でそれに試しにその忍を当ててみたんですよ。そしたらワンワンやってたしね。でまあ安全だっていうのは分かったんでしょうね。後ろ足神にとか言ってたんで、まあそれでも話して終わりにしたんですよ。まあそういったその、まあ、経験も積んだので、まあ、次はね、まあ、箱穴にかかったイノシシを当ててみようかなというふうにね、思っています。でまあ同じようなね、まあ、月齢の、まあ、雪に関してはですね、もう2回かな3回ぐらいかな、まあ、いきなり箱穴のねイノシシに当てちゃって、でもうなかなかもうかなり素晴らしい反応だったので、まあ雪はいいでしょうね。まあそういった感じでね、まあ忍はちょっとずつね、まあ訓練の段階をね、もう一番下のところからねちょっとずつ上げていったような感じですね。でこの子に関してはね、もう焦らずね、まあ、先ほども言ったと思うんですけど、今、2ヶ月ちょうど3ヶ月かな、丸3ヶ月かな、なので、まあ3ヶ月で来月4ヶ月、まあ4ヶ月で、まあ両端の詰め所には連れていくんで、山には連れていかないんですけど、両端の詰め所にはちょっと忍どうなったの？絡まってるよ大体。いやもういい。わっ。違うよねいろいろと。ちょっと待って、座れ。ちょっと待って。まあ両体のね、もう縛られとるって。いや、こっち来て。うん、こっち来い。そう。ね。まあ、この子もね、まあ両体の詰め所にね、連れて行きはするんですけど、まあ山にはね、まあ、連れて行かずに、まあ、取れたイノシシ、それもあまり大きくないやつを、まあ、なんていうんだろう、まあ、見せるような感じ、うん、ちょっと言い出すかもしれないけど、まあ、その程度で抑えて、で、まあ、危ない、もう絶対やると思って。
はい、すみません、再開ですね。気づいてないことをね祈りたいと思いますね。はい、で、2つともね今身動きが取れない状態になっています。で、まあそんな感じ、まあ、ちょっとずつね、やっていって、で、まあ育てていきたいなと思ってます。まあ、今までとはねちょっともう本当にあの訓練方針も大きく変えて、もうとにかくこうその辺はねもう丁寧に丁寧に、先ほども言ったように今まではね、早く来い、こっち来い、今まではね、箱穴にかかったイノシシ、ね、ガツンと当ててねっていう感じだったんですけど、まあ、その辺はね、まあ、丁寧にやっていきたいなと思っています、ね。で、まあ、今もう3ヶ月でしょ。で10、11、12、1、2、3、まあ3月で9ヶ月、3月で9ヶ月、まあその辺ね、まあ箱穴にかかったイノシシのね、まあ、様子見ながら、まあ、できればね、まあ根領期の後半にはね山に入れたいなと思ってます。はい、もうぶつかり稽古がすごい。もう好きなことやっても、もうものすごく迷惑なんやけど、だいたい忍がちょっかいかけるわよ、だいたい。よし、行け、ブーも行け、行け、なんか獅子舞みたい。さあこれが果たしてね、吉と出るのか凶と出るのかね、激しいよね、大体。あんた桜井くん、座れて座れて、そう、忍が大体ちょっかいかけるってね、もうブーは疲れとるて。あー、ブーは僕のところに、親方のところに来たんやろうけど、忍がそれを許さないみたいな感じだね。よし、噛みつけ噛みつけ、ブー噛みつけ、お、いいいいいい、いいね。イノシシにもそうはやらなくていいけど、それぐらいの、それぐらいのファイトを見せてほしいね、それぐらいのね。まあこれぐらいしておきますか。はい、ということで、もう終わりにしたいと思います。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた、もう帰るぞ、もう激しいって、もう。